トラップから坂野しっかりと奪い切っていきました。山形です。大宮です。そしてシュートいった。ポストわずか左へ。バラダのシュート、まさに今のバラダのポジションじゃないですかね。はい、大前とマテウスの距離感一つありましたけど、大前触れてないですけどもボールに、はい、ここでマテウスが処理をしてこの真ん中にバラダがいると、これがバラダが例えば逆サイドの方にいると全く何も起こってなかったシーンだったんでね、はい、この辺のポジショニングですよね。